後筋地修道士共和国期、ウプシロンダウニューミューイータ、ニューアルファーシグマダウイオタカッパパイ、ラムダイオタダウイプシロンアルファーガンマウプシロン、ロウプシロン地域の標語、不明地域の歌、不明東京23区、621.8、キロ平方メートル大阪市、222.1、京平方メートルバチカン四国、924人、 オスマン帝国によるギリシャの独立に伴う域内では、ユリウス歴が利用されているギリシャの CCTLD が利用されている後筋地修道士共和国は、ギリシャ共和国の中央マケドニア南方に所在するギリシャ正教最大の聖地、修道院共同体で一種の宗教国家である。ギリシャ国内にありながら、同国より違い封建が認められ、 各国正教会の20の修道院、修道小屋によって自治が行われる共和国である。首都はカリエス。ギリシャ共和国では正教会の一員たるギリシャ正教会が主要な宗教であるが、アトスでは正教会で第一の格式を持つ総主教長であるコンスタンディヌーポリ総主教長の管轄下にあり、現在も中世より受け継がれた厳しい修行生活を送る修道士が暮らす。 今日、約2000人の修行像が、女人近世のもと、祈りと労働の生活を送っている。ギリシャ共和国北部テッサロニキの南東約130キロメートルに、あり、ハルキリキ半島の3つの岬の内最北東の、岬のほぼ最南端に、アトス山がある。アトス山は、聖なる山と呼ばれ、周辺一帯は1988年世界遺産に、登録されている。詳細は、 アトス山を参照アトス山及びアトス自治修道士共和国の所在するアクティ半島は海からの交通手段しかない全長約 45km の細長い岬となっており幅 5km のその沿岸は断崖絶壁となっているここはエーゲ海に望む旧街と険しい山と深い森に囲まれており他の地域とは隔絶された秘境となっているアトス山修道院分布図この地に 修道士たちが暮らし始めたのは7世紀頃のこととされている。聖地としての流星は963年、聖アタナシオスが東ローマ帝国のニケフォロス2世イフォーカスにより免税特権を付与された上で、当地に初めてメギスティスラブラ修道院を創立し、厳しい戒律に基づく共同生活という印象のスタイルを生み出してからである。以後続々と大の修道院が建てられ、 11世紀初頭には、その数60を超えた一時期があり、一時、衰退に及んだ時期もあったが、14世紀末には、再び40箇所に上っていたという。また、修道士の数は、最盛期には6万に達したこともあると言われる。コンスタンティノープルが陥落して、東ローマ帝国が滅亡した後、オスマン帝国の支配下にあってもそれぞれの修道院は、よく聖教の伝統を守り、 16世紀頃には、生計の糧として、イコンやフレスコガなどが作られた。トルコのスルタンたちは、昼夜を分かたず神の名が称えられるアトスに、絶大な自治権を認めた。17世紀から18世紀にかけてのアトスは、ギリシャ人の民族心の砦のような役割を果たし、多くの優れた教育者を生み、また数多くの指揮者を育てた。1829年のギリシャ王国のトルコからの、 独立後は、キリシャ政府の保護下に置かれ、違い方形を認められた、独立の共和国として、今日に至っている。今日のアトス自治修道士共和国は、ISO の3166から2企画のうち。なお、アトスさんの守護聖人は、生仮民女マリアである。アトスが古来、神の母が宿る霊法として、信仰を集めた山であったことに由来している。伝承によれば、 マリアが旅の途中で嵐に遭いアトスの海岸に避難したとき、その美しさに惹かれて自分の土地としたとされる。下船したマリアは、アトスの異教の偶像を一瞬にして打ち倒し、この地に祝福を与えたとされる。なお、アトス山頂には十字架が建てられ、救世主権査会制度が建てられている。アトス山、アクティ半島、ヒランダル修道院外国人の立ち入りについては、 事前の巡礼許可が必要であり、まず、ギリシャに入国して、ギリシャ外務省を宗教課が発行する特別な詐称を取得しなくてはならない。入国には数々の条件があり、申し込み書を提出してから詐称が発給されるまで約1ヶ月を要する。入国方法も得意であり、許可されたものだけを小舟に乗せ、旧外の下のヒラんだる修道院に薬セのフォントス。 修道院の前に設けられた船着き場から上陸させる方法をとっている。クセノフォントス修道院一般旅行者は、テッサロニキやその周辺の町で観光クルーズに参加して、その戦場からクセノフォントス修道院やセイパンテレーモン修道院など、まるで要塞のような外観を持つ大修道院や黒い装服を着た修道士たちの姿を眺めることができる。この地に、 女人金星が敷かれたのは1406年のことで、それ以来今日まで600年にわたって厳格に守られ続けている。女性と単独の未成年は入国禁止となっており、それは家畜のメスの入り来さえ禁止するという徹底したものである。禁欲である修道士たちにとって女性とは神に仕えるべき道を迷わせてしまう存在であった。また女性を乗せた船は、 聖地を汚さないために、アトス半島の岸から500メートル以内に近づくことができないとされている。女性たちは、修道士の姿を岸から離れた沖合の戦場から遠目に見ることしか許されていない。とはいえ、歴史的には難民や漂流した女性を受け入れたことはあったというが、こうした4人禁制に対して、欧州議会は2003年に男女均等指令に従って撤廃するよう、 要請している国内の家畜はオスに限定され、メスが許容されるのはネズミ取りのための猫だけである。このため国内では家畜の繁殖もない。自治国内には携帯電話のアンテナ等があり、一般の電話も通じており、外界との通信手段となっている。アトス修道士共和国では、今でも古代ローマの時代に定められたユリウス歴が用いられている。また、時刻も、 日没をもって午前0時、すなわち1日の始まりと定めている。機密制定の晩餐十16世紀のフレスコが住人である、修道士や来訪者である巡礼者たちが必ず訪れるのがカリエスである。カリエスはアトスの成長所在地でギリシャの自治区、新生共同体の行政の中枢を担っており、省庁、国会、またベカリーなどが所在する。カリエスには、 公衆電話もあり、国際電話もつながる。また、1960年代以降、トラクターやジープの通れる道路が多数開通し、自治国内部の移動手段として自動車も使用されている。カリエスに所在するプロタトン聖堂は、アトス山地域に現存する最古の建築物で、中期ビザンティン建築の典型的な平面内設十字型の境界道である。 10世紀から11世紀にかけてはこの聖堂で、長老会議が行われ、第一人者と称される、修道院共同体の指導者が選出された。時を告げる修道があり、巨大な壁画があり、また、たくさんの古いイコンやフレスコ画が収められていることでも、知られる聖堂である。ゾクラ風修道院下野スペトラ修道院、イパンテレーモン修道院、アトスジチ修道士共和国は、 その上部団体であるプロトス、プロトスと共に執行委員会として4組織からなる神聖な局を有し20の神聖な修道院の代表から構成される神聖な共同体によって統治される行政当局はギリシャ外務省によって任命された民政長官によって代行されるその主な義務は機関と社会的秩序の機能の監督である共和国は 霊的な面では、コンスタンディヌーポリ総主教長の直接的な管轄のとにある。二0の修道院のそれぞれでは、共和国政府は修道士たちの共同体によって選ばれる終身の定員の主中にある。彼は修道院全体の君主であり、霊的な父親でもある。すべての修道士は、霊的主婦である定員に敬意を払い、絶対服従が義務付けられ、定員は、 政務全般と食堂での生産を取り仕切る。修道士たちも職務を与えられるが、私的財産は認められていない。共同体の協定は立法機関によっている。他の施設は修道院に帰属し、ホーミラゴと呼ばれる証書によって修道士に割り当てられる。以上がキノビオンと呼ばれる共従性の規律の下で、共同生活を厳格に守ろうとする修道の方式である。他方、 イデューリスミオンと呼ばれる個々の修道士に自由な生活を認める方式も認められてきた。この場合は、方針例と祭日の食事以外は、修道士各人が自由に食事をとり、祈りを捧げる生活を送ったものであり、修道院運営は、集会に任され、絶対的な権力を持つ修道院長は存在しない。修道士が修道院に奉仕すれば個別に報酬が与えられ、 広い部屋を持つことや、個人的な従者を雇うことも許されてきた。この形態は、ギリシャ人の個人主義的傾向と合致し、1970年頃までは、半数近くの修道院がこの方式を採用していたが、現在ではキノビオンこそが修道院本来の形で、あるとして、多くの修道院がイデオリスミオンから移行している。また、それぞれの修道院の管轄を超えて好き手と呼ばれる。 より小さな共同体が十二あり、半島の至るところに多くの隠れ屋があって、隠酒師たちの色となっている。付き手はもともと修行の場を意味する言葉から派生した言葉である。付き手では修道士たちが工芸的な手仕事にも励み、金銀在庫、木帳、コンボスキニョンなどを作り、イコンも描いた。これは金銭に変えられる場合もある。金欲生活を望むすべての人は、 入山の際、初心者仮うとして承認され、それ以上の堅苦しい手続きなしで、ギリシャの市民権を取得することができる。俗人にとって半島への訪問は可能であるが、常実の通り特別許可を必要とする。アトスさんに置かれた20の修道院のうち、17院はギリシア人が多いが、他の3院は外国聖教会との関係を持つ。ヒランダル修道院はセルビア正教会。 ゾクラ風修道院は、ブルガリア正教会、聖パンテレーモン修道院は、ロシア正教会にそれぞれ帰属する。また、12のスキテのうち、ルーマニア正教会に属する別院、ブルガリアに属する別院は、それぞれ2箇所ずつである。ありがとうございます。